はい、本日は3シェードの畳み方、ハウトゥーということで、グルチョムチャンネルで、お伝えしていきたいと思います。これ僕の3シェードなんですけど、2900円で買ったんですけど、説明書が全然なかったんですね。本当、畳み方がわかんなくて、苦労しました。まずはテントの、3シェードのですね、両側面をぴったり、合わせます。こうフレームが重なるようにですね、そうですね。はい、こちら、重なりましたら一度、地面に浮かせます。でこの下の部分に、生地が出てる部分の中にもある、入れ込みますね。はい、はい、上手です。で膝で押さえつつ入り口の布も中に入れます。はい、上手ですね。ちょんちょん。はい、でこちらテントの頭の部分、とんがってる部分をですね、中にこのタイミングで持ち手を逆手に持ち替えます。そうですね。で、この逆手のままですね、この頭の部分を中に入れ込むようにすると、このフレームがですね、円に沿って折りたたんでくれます。で、こちらで、最後は形を整えて完成ということ。ああ、素敵なチョモラスマイルでございます。ああ、喜んでますね。これでお家に帰れます。本当にね、サンシェード、畳み方、複雑なので、買った方がいいけど分からないという方ね、多いと思うので、ぜひこれからの行楽シーズン、サンシェードを持ってお出かけしてみてください。グルチョモチャンネルが、お送りしました。他の動画も見てください。ありがとうございます。OK。すが。すが、本当に。最後のアドリブいいわ。